さて、台風10号徐々に九州に近づいています。私たちの身の回りでも今からでも簡単にできる備えがあります。その一つが水のうです。土のうは皆さんもよく見聞きすると思いますが、水のうはその名の通り土ではなくて水を入れて使います。この水のうはまさに台風の時に役に立つんです。というのも、大雨の時などは急激な水位上昇で下水管が満水となり、その下水が逆流して排水溝などから水が噴き出ることがあるんです。その対策として使えるのがこういった水のうなんですね。作り方も家にあるもので簡単にできます。45リットルほどのゴミ袋を二重または三重にして、水をゴミ袋の半分程度にまで入れてください。あとはきつく袋の口を縛るだけです。このできた水のうを排水溝の上などに置くことで、この水の逆流の対策になります。キッチンや洗濯機、そして風呂場などの排水溝に置いてください。またこういった水のうを玄関に並べるだけで浸水対策にもなります。その他にも改めて確認しておきたいことはあります。まずは窓ガラスです。物が飛んできて割れてしまう危険もあります。そんな時、よく見ると思いますが、養生テープで米という字を書くように補強をしてください。カーテンも閉めると効果的です。また、段ボールを内側からかぶせるように貼っておくのも対策になります。もう一つ、やはり台風の時に心配なのは停電です。懐中電灯、電池も十分に入っているでしょうか。スマートフォンを電気として使うとかなり充電が消耗されます。また、エアコンが使えなくなる可能性も十分に考えられます。残暑も厳しい時期です。熱中症対策として保冷剤が準備できているか、また冷凍できるこういった水のペットボトルがあれば冷凍をさせておけば、体を冷やすのにも、そして暑い時の水分補給にも役立ちます。もし停電した時には発生地域や復旧見込みや時間などが分かるアプリもあります。ぜひこちら活用をしてみてください。あさってから大きな影響が出てきそうです。できる最大限の備えを進めるようにしてください。